トレドはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の58番艦。艦名はオハイオ州トレドにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはボルチモア90巡洋艦12番艦以来3隻目。トレドの建造は1988年6月10日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され、1991年5月6日に 帰港した。1993年8月28日にサブラ・スミス夫人によって命名浸水し1995年2月24日にジャック・ロイ三世艦長の指揮下就役したトレドはイラクの自由作戦参加後2003年4月中旬にニューロンドン海軍潜水艦基地に帰還した2004年12月7日トレドはペルシア湾での ジョン・ F ・ケネディ空母戦闘軍での6ヶ月の配備後、コネチカット州クロトンに帰還した。配備の間には、クレタ島、ドバイ、バーレーンを訪問している。バーレーンからの帰路は通常とは異なったルートが、選択され、スエズ運河を通過せず希望峰を一周した。一旦北、大西洋に戻った後、カリブ海で、大麻薬作戦に参加した。2006年1月31日、 トレドは再びアメリカ中央軍での6ヶ月の配備に向けて出航する。トレドはドバイ、ディエゴ・ガルシア島、ラ・マッタレーナを訪問した。配備は2006年7月31日に完了し、8月10日に艦長の交代式が行われ、ゴールドマン中佐に代わってシュナイダー中佐が艦長に就任した。ノースロップグラマン社は海軍から トレドのメンテナンス作業を受注した。その初期経費は3470万ドルと見積もられた。実際の作業を含む総額は1億7500万ドルと見積もられる。トレドは2006年11月中旬にニューポートニューズ造船所に到着し、およそ13ヶ月に及ぶメンテナンス作業に入った。そのうちの10ヶ月間はカンドックで作業が行われる。 ロシアの潜水艦クルスクが2000年8月12日に沈没した事故に対してトレドとメンフィスがこれを撃沈したとする説がある。陰謀説の視聴者はクルスクの残骸に開いた2つの穴と事故3日後の8月15日にトレドが修理のためノルウェーに入港したことがこのことを証明しているとする。ノルウェー軍及びアメリカ軍は事故当時現場近くにいた。 潜水艦を公表したが、トレドはその中に含まれなかった。また、トレドが事故の3日後に修理のため入港したことは全く別の問題であるとされた。ロシア政府は、クルスクの沈没は巨大の爆発によるものと発表した。ありがとうございます。